全部のセルライト。セルライトは、死亡組織に繊維以下が生じ変性をきたし、皮膚に凸凹となって現れた皮膚の状態を指す。肥満とは異なる。セルライトは主に成人女性の大半に生じる。医学的には有害ではないが、神秘的に気になることがある。腰、太もも、お尻の周りに形成される。セルライトを目立たなくするには、 体重の減量と筋肉を作ることが重要であり、セルライトを低減するためのいくつかの装置が、アメリカ食品医薬品局によって承認されている。セルライト低減用の外用クリームにはよく、アミノフィリン、カフェインなど、キサンチンやレチノイドが配合されている。セリュールイテの合成語として、フランスで生まれたと言われている。1973年、ニューヨークのエステティックサロンの経営者である。 ニコール・ロンサードがセルライトについての本を書きベストセラーになったことから一般に広く知られるようになった。日本においては日経産業新聞1996年の記事でセルライトが紹介されている。関係業界やマスメディア、特にテレビの健康番組を通して2000年代以降日本でも一般にルフするようになった。目立たない セルライト上部の皮膚と下部の脂肪層をつなぐ繊維があり、繊維の横の脂肪細胞が大きくなった状態では、繊維部分が凹む。断面図。球状のものが脂肪細胞。医学的には有害なものではなく正常な状態である。神秘的に気にすることがある。肥満の兆候ではなく、適正体重の場合にも生じるが、過剰な体重はセルライトの外観を悪化させる。 女性の脂肪組織が多くなりやすい部位に生じ、成人女性の90%までに様々な程度のセルライトがあり、男性では2%である。アメリカ国立医学図書館の情報ページによれば、皮膚の表面近くの脂肪で腰、太もも、お尻の周りに形成され、皮膚にくぼみとなって現れるものとされ、脂肪と皮膚をつないでいるコラーゲン繊維が引っ張られた状態に過ぎない。 日本の臨床皮膚科に掲載された2015年の論文では、脂肪組織に繊維化が起こり周囲の組織も繊維化し、脂肪組織が変性して皮膚に凹凸となって現れるとされる。オレンジュピールアピアレンスとして知られる。原因として過剰な炭水化物の制限やアルコールの過剰摂取、加齢、ホルモンバランスが上げられる。人種によってセルライトが生じやすい部位があるが、 生活習慣が重要な要因で、高脂肪、高塩分で保存量が多い食事や、運動不足、飲酒、喫煙が挙げられる。こうした血管や内分泌系の要因が、セルライト形成を加速させる可能性があるということは、単に美容上の問題というだけでなく、代謝に影響を及ぼす障害である、可能性もある。超音波断層撮影法が、表皮下にある神秘。 皮下脂肪の構造を観察するために利用されることがある。アメリカ国立医学図書館の情報ページでは、セルライトの形成を避けるために、食物繊維の豊富な食事をし、水分補給を行い、定期的に運動し、健康な体重を維持し、禁煙することだとしている。アメリカ皮膚科学会の情報ページでは、セルライトは脂肪そのものではないため脂肪状況に、 効果的な方法がセルライトに効果があるとは限らないとし、体重の減量ではセルライトを目立ちにくくするが、減量によって皮膚にたるみが生じた場合には逆に目立つことがあるとし、脂肪を筋肉に置き換えると目立たなくなるとしている。他に最良の証拠があるとされているのは、サブシジョンのセルフィーナによる2年以上の効果とその真空補助による3年以上の効果。 セルレーズというレーザーでは少なくとも1年の効果、また音は両方による分解がある。レーザーによる脂肪吸引や超音波では不確実であり推奨できない方法はクリオリポリシス成分が各社多様であるメソセラピー、カフェインや胃腸などのサプリメントではセルライトを減少させる証拠がない。セルフィーナは FDA によって 長期的にセルライトを治療するとして承認されており、手動あるいは真空補助で使われ、一度の手術で3年目でも効果が持続していることが確認されていたが、アメリカ皮膚外科学会で5年目まで確認されたことが報告され、最大5点のセルライトの重症度尺度は3ヶ月で2.1点、3年目で2点、5年目で1.8点、減少していた。 レーザーのセルレーズは一度で効果がある。音は両方には、セルアクターや、ゼットウェーブがあり、圧力波が、脂肪分解を促進し、平均7回の手術を受けるが、麻酔は不要である。また FDA が承認した新しい世代の r f 照射装置には、ベラスムース、ベラシェイプなどいくつかの装置があり、10回前後の手術が、必要となる。アメリカ皮膚科学会の情報ページでは、 外用薬として、レチノールやアミノフィリを挙げている。2014年のメタアナリシスでは、21件の研究がありそのうち7件に比較対象があり、統計解析によってセルライトを減少させる化粧品は、大体部の周囲の長さを中程度に減少させていると結論し、成分では半分で、キサンチン、薬草成分、レチノイドのみが有効成分であり、 残りの大部分はキサンチンを含む配合クリームであった。デチノイドやアミノフィリン、テオフィリン、カフェインといったメチルキサンチンがセルライト用クリームによく配合され、主な製造メーカーはブリス、クラランス、シセイドなど。成分では他にレン、コレウスフォルスコリ、カルニチンなど多様に配合されている。カルシウムハイドロキシアパタイトの注入剤も使用される。 乾式用のボディブラシ、マゲット植物の繊維を混合したもの。クリームの一部の試験では、外観的なセルライトの減少を評価点とし、儀薬よりも優位に減少させており、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月とより大きな減少を示した。2018年にイギリスで放映されたザ・トゥルース・ラバウト・ルッキング・グッドでは、サンダーランド大学での5週間にわたる実験を放映し、 乾式のボディブラシによるマッサージで26%、カフェイン外有のセルライト用クリームでは15%、エクササイズで11%の改善を得た。リンパドレナージでは2週間にわたり1.5時間かかる手術を10回受け、腹、太も,ももなどの周囲の長さは減少した。105人でのランダム化比較試験ではコラーゲンペプチドの摂取により6ヶ月後に 偽薬よりもセルライトが減少しており、5点までの評価で6ヶ月後に約0.3点減少した。試験管研究において、レン抽出物に脂肪細胞の分解誘導抑制、脂肪の分解促進の作用があった。ありがとうございます。